国鉄40系電車は1932年から1942年にかけて日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した車体長20メートル級3扉ロングシートの休憩電車を便宜的に総称したもので鉄道省の電動車としては初めて全長20メートル級の構成車体を採用した電車である具体的には 両運転台形三等制御電動車のモハ40系、変運転台形三等制御電動車のモハ四41系、変運転台形三等制御車のクハ五55系、二等三等付随車のサロ五56系、三等付随車のサハ57型、モハ四41系の主電動機出力向上型である、モハ60系、三等荷物、 合わせ作り制御者の区派に67型の7形式425両を指す。講義には、同仕様で製造された17メートル級車体のモハ三33型2両、モハ三34型26両も含まれるが、本校では20メートル級車体を持つ競技の40、系について記述する。1932年度、大阪地区で初めて、片町線、市場縄手片町間を呼び、 上等線が電化され、電車の運行が開始されることとなった。この電化開業に合わせて製造されたのが、本系列である。構成の20メートル級車体の電車は、制御車、付随車については32系で実用化されていたが、本系列では初めて電動車も20メートル級車体で製造された。大阪地区向けには20メートル級電動車が製造されたものの、 東京地区では設備の準備が整わなかったため、1932年度及び1933年度は17メートル級車体の33系が投入されたが、1933年度後半からは、京浜線向けに20メートル級車体の新造車が投入され、これ以降17メートル級電車の新造はない。本系列は東京。 大阪両地区の標準系電車として11年間に400両以上と戦前型電車としては最も長期かつ大量に製造が続けられたため年度ごとの設計変更が忠実に反映されており携帯もバラエティに富んでいる本系列は大都市圏で通勤輸送に使用するため20メートル級の半高性車体の側面3箇所に幅1100ミリメートルの引き戸を設け 座席はロングシートである。扉間には幅 800mm の二段上昇窓を5個設けている。運転台がない側の扉とつまめんとの間には扉間と同じく幅 800mm の窓が2個設けられている。運転台周りについては製造年次ごとの変化が大きく、運転台直後の窓配置にはその差が大きく現れている。 この製造年次ごとの変化については一括して講述する。1932年から1936年にかけて80両が製造された両運転台式の三等制御電動車である。最初の19両は大阪地区向けに製造されたが、それ以後は東京地区に投入された。1934年から1935年にかけて 東京地区に投入された37両は、ジャンパ線の仕様が大阪地区用と異なるため、番号が4100から4136に区別されたが、1936年4月に大阪地区用の連番に改められた。以後の増備もすべて東京地区向けに製造された。1932年から1939年にかけて55両が製造された。 変運転台式の三等制御電動車である。最初の11両は大阪地区向けで、4万1012以降は少し間いが、相手1936年以降の製造となったため、もは40系のような番号の区分はされていない。末尾の3両は大阪地区向けである。区派5万5 0 3 6百9 3 2年から1943年に、 かけて96両が製造された、変運転台式の3等制御車である。最初の19両は、大阪地区向けで、1934年及び1935年に、東京地区向けに製造された11両は、もは40型と同様の理由で55,100から55,110に区分されていたが、1936年4月に、大阪地区向けの続版に改版された。 増備は1938年生の55,062までは東京地区向けであったが、同年生の55,063、55,064と1940年生の55,065から55,082、1941年生の55,083から55,085は大阪地区に投入された。1933年、 1934年及び1938年に13両が製造された運転台を持たない2等3等付随車で、いずれも景品線向きに製造されたものである。2等室側面窓は幅 700mm の窓を2つずつまとめており、側面窓配置は 2D222D5D2 である。2等室と3等室の境界には仕切りが設けられており、 二等室の座席は、同じ三扉の2.3等号作り車として、製造された黒葉69系同様、仕切り壁側に、当時の電車二等車共通の固定式、クロスシートを二組二列配置し、客用扉の両側は、座布団の奥行きを大きくした、ロングシートを配置した。また、5万6六千5から5 6千1 3は、鉄道省の工場で製造されたのが特筆される。 鉄道省の工場で電車が新造されたのは1917年以来のことであった。また、1938年製の2両は、大阪地区から借り入れていた黒葉59系の代替として新造されたものであったが、同年9月に戦時輸送の開始により京浜線の二等車が廃止されたことから、12月に落成したこの2両は、 当初から全室3等大用で収益した。1933年から1941年にかけて47両が製造された、運転台を持たない3等付随車で、全車が東京地区に投入された。雲波60を先頭にした、半和線区間快速1940年から1943年にかけて126両が製造された。 型運転台式の三等制御電動車である。モハ41系の電動機出力増強型で、クモハ41型が出力 100kW の MT15 であるのに対し、本形式は出力 124kW の MT30 を装備している。また、戦争が激化していく中で装備が行われたことから、電装品の調達が間に合わず、一部の車両は、 電動機や制御機などの伝送品を装備しない、付随者代用で収益している。投入先は、61から625、642から6十8 9 6112から6126が東京地区、残りの626から6十4 1 690から6111が大阪地区である。 1936年及び1939年に8両が製造された型運転台式の3等荷物合わせ作り制御車で1936年製の2両は常磐線の松戸電化開業用1939年製の6両は赤羽線、総武線、横浜線で使用された荷物室を運転台の後くらいに設置した関係で前面は 非貫通の3枚窓となり、客室部の側面窓は幅 800mm の窓が1枚、多い6枚で、荷物室には幅 1200mm の両開き式の引き戸が2箇所設けられている。側面窓配置は D1D1D1D6D2 という変則的なものとなっている。1939年製の6両は荷物室の荷重を減らして、 客室面積を拡大した、クハに76型として計画されたが、結局は1936年製とほぼ同様な、車体を持つ、クハに67型の造備となった経緯がある。40軽電車は長期間にわたって製造されたため、製造年次ごとに改良が行われ、携帯もバラエティに富んでいる。主な変更点としては、運転台全部の形状、運転室の形状、 客用扉の材質、屋根の材質、雨どいの高さ、リベットの数や、通風機の数などが挙げられる。1938年度の製作者は、窓上下の補強体を配したフラットな外観となっているのが特筆される。しかし、戦争の激化により、鉱材の供給が思うに任せなくなったこともあり、それ以後の製造者は、構造的に後退した面が見られる。 このように40系はバリエーション豊かな系列であったが製造年度別の特徴は全面形状や両頭の有無等を除いて太平洋戦争後に行われた更新修繕通によってほとんどが失われた大都市で通勤用に大量製作されたことから通風等の改善のための試験用として試作的な要素を持って製造されたものがある 車内の通風改善を目的として、警合金星の客用扉の倉庫に鎧る移動を設けたもので、1935年製の4068が該当する。また、区派55型では1940年製の55081、55082に天井ファンが設けられていた。試験結果はつまびらかでないが、1956年、 および翌年にかけて実施された更新修繕2で撤去されてしまった。1940年に後期2600年を記念して開催される予定だった東京オリンピックに協賛して東京と大阪の商店にも特別塗装を行うこととなった。試験塗装者は1937年9月から大阪地区に赤茶色一色の絵案。 東京地区にウィンドウシルから上部をクリーム色、車体下部をエビ茶色にしたビーアンの2種が登場した。以下に試験塗装を実施された車両の番号を掲げる。カッコ書きは他系列に属する車両である。本系列は東京と大阪の両地区で使用されたため、戦時改造の方針は異なる。東京地区では二等車の格下げやクロスシート車のロングシート化。 雑席削減であったが、大阪地区では、4扉改造を施された42系の高速台車との振り替えを行い、高速台車に換装された、モハ40、41の両形式をモハ51型に編入するという複雑な計画となった。これらの改造は、戦時輸送のための輸送力増大への対応が目的であったが、戦争の激化とそれに伴う、 資材不足により当初計画されていた全車に改造工事を施行することはできなかった。サロハ56系の格下げサロハ56型は1938年の京浜線二等車廃止に伴って三等車代用として使用されていたが1943年から正式に二等室のクロスシートと仕切り壁を撤去して全室三等車に変更した。これにより サロハ56型は9番号順にサハ57型に解消され形式消滅したが外観はサロハ時代のままであった。モハ51系の編入東京地区では中央線でセミクロスシートのモハ51系26両が運用されていたが1943年からクロスシートを撤去の上ロングシート化された。この改造により大阪地区の同形式と異なり、 40系と歯車比が同一であることから、モハ41型に編入された。こちらも外観上の変更はない。モハ40系の運転台撤去曲模波41083、両運転台式のモハ40系46両の後くらい、運転台を撤去して客室化する改造が、1943年から1944年にかけて実施された。 番号はもは51系編入者に続いて41,082から41,127とされたが、戦争が激化するにつれ資材不足となり、改造は半数の22両に施行されたのみで全車に及ばなかった。改造当初は撤去した後くらい、運転台の乗務員扉やつまめんの窓など発車車のまま残された。これらの名残が全く消滅するのは年に、 施行された更新修繕通によってである。大阪地区の40系は、前述のように、電動台車の振り替えを伴ったため、モハ40系、モハ41型は、高速型3、扉車のモハ51型となった。また、3、扉クロスシートのクハ68系、黒ハ69型については、ロングシート化に伴ってクハ55型に変入されている。 計画は改造途上で変更が行われたため、一部の車両で改造後に再開版が行われている。改造の内容は以下の通りであるが、その他に関西急電用のサハ48系、サロハ66型を3、扉ロングシート化して、サハ57型とする改造が計画されたが、こちらは施行されないまま中止となった。モハ四41型をモハ五51型に、 改造1943年、大阪地区には14両のモハ41型が存在したが、そのうち1932年製の4万1 0 1から4万1 1 1を42系電動車と台車を振り替えて、高速型3、扉車としても、ハ51型に編入されることとなった。番号としては5万1058から5万1068が予定された。しかし、 五両が改造された時点で1938年生の3両を51058から51060とし、1932年生を51061から51071とするよう計画が変更され、すでに落成していた五両について再開版が実施された。改造工事自体も、選挙区の悪化に伴う資材不足等により、結局最初の五両のみで中止された。 新旧番号対象は次の通りである。モハ40型をモハ五51型に、改造大阪地区には19両のモハ40型があったが、当初計画では、全車が後くらい、運転台を撤去の上、台車を高速型に振り替えても、五51型とすることとされた。しかし、途中で4万1から4万6を、両運転台系高速車、モハ70型とし、 あとくらい、運転台撤去車は4万7から4万19をモハ51型とするように計画が変更された。これらのうち、実際に改造が施行されたのはモハ51型への8両のみで、モハ70型については1両の施行もないまま、計画中止となった。黒波69型をクハ55型に、改造を大阪地区で使用されていた51系に、 属する二等三等制御車黒葉69系の座席をロングシート化してクハ55型に編入したものである。黒葉69系の製造数は11両であるが、69,001と69,002は東京地区に転属しており、69,003から69,011の給料が改造対象となった。その際、通常型雨どいを持つ車と雨どいを高い位置に、 装備したタイプが各々連番となるように番号が入れ替えられている。番号の新旧対象は次の通りである。黒葉59型を区葉55型に改造区葉55111、小郡駅42系に属する2等3等、制御車黒葉59型は、観光電車の2等室廃止に伴って、全車の車体中央部に扉を増設の上に等室を3等室に、 格下げして区六68型に改造する工事が進行していたが、1942年3月までに16両に対して施行した時点で中止され、1942年度からは全室ロングシートの区五55型に切り替えられた。このうち55,106は事故により旧車となっていた59,022を試験的に片側4扉に改造したもので、 1943年に、神経四季区波85型に改められている。これに続く55,107から55,109の3両も、旧サロ波46系の59,023から59,025を種射としており、さらに59,016、59,018から59,021が55,110から55,114と、されている。 番号の新旧対象は次の通りである。区波68型を区波55型に、改造1943年度から1944年度に、かけては、3、扉クロスシートの区波68型を、ロングシート化の上、区波55型に編入する改造が行われた。このグループには区波68型として申請された、グループ20両と、 黒波59系16両を編入したグループがあったが、いずれも区波55型に改造され、区波68型は一旦消滅することになる。番号の新旧対象は次の通りである。本系列は、戦時の通勤輸送を完遂するため相当に、酷示されたが、戦争の末期に始まった米軍の空襲により、実に4分の1弱の89両が、戦災により失われ、 戦後は旅行の制約がなくなったことから輸送量が激増しさらに疲弊の度合いを増していった。残った車両は1948年頃から更新修繕愛により戦前の状況に服していったがそれと並行して車内設備の向上等の改良も行われていった。本系列は東京、大阪といった大都市圏で使用されたことから空襲による損害も多かった。 戦災により、廃車となったものの一部は、同じく輸送力不足に悩む私鉄に譲渡され、あるいは応急的に客車として復旧されて、復席している。本節では、1953年6月に実施された、車両形式消防規定改正までに、自己廃車となった車両も、合わせて取り扱うこととする。西明石駅に停車中の列車手前に、連合軍専用車を、 連結1946年、日本に進駐した連合国軍の専用車として、本系列も接収されたものがあった。東京と大阪両地区において、それぞれ16両、4両の計20両に指定が行われた。これらは倉庫に白帯を巻き、US アーミー、US ミリタリーカー、US アーミーセクション、アライドフォーセスカー、アライドフォーセスセクションなどの表記がなされた。 車両の後輩の進む中、入念に整備された連合軍専用車は、まさに別天地の艦があった。1947年、東京地区所属の電車に試験塗装が行われた。これらは、山手線で実施された緑塗装に先立って、試験的に図書化変更されたもので、6万6は、国力、6万2 3は、青緑色、6万6 6は黄緑、 6123は緑褐色とされた。その他に57001が炭鉱緑、65218が赤茶とされ、色見本電車と呼ばれた。616は1945年2月、横浜で米軍機による爆撃を受けて反昇したが、1948年12月に制御車代用として復旧され、記号が雲派に改められた。 形式番号の変更は行われなかったが、工日する1953年6月1日に実施された車両形式称号規定の改正により、正式に区派55型へ編入された。1951年5月、三ノ線で使用されていた4 1千1 6は豊川分工場で、運転台直後の客室に仕切りを設けて荷物室を設置し、記号をモハ囲と改めた。 神経式を与えることも検討されたが、1956年12月に復旧された。1951年11月及び1952年4月、豊川分工場で、飯田線の郵便、荷物輸送のため区派に67型4両に、郵便室設置、座席のクロスシートか、便所の取り付けを実施して、区派ユニ56型に改造した。 最初に改造された56001は、車体中央部の客用扉の幅を7 3 5ト、mm、ルに縮小したが、乗降に不便なため1958年7月に元の1 1 0 0ト、mm、ルに戻している。新旧番号の対象は次の通りである。1945年6月7日に、淀川電車区内で反射し廃車された46は、1952年3月、 車体を流用の上4127として復旧された。その際、後くらい、運転台は撤去され、前くらい、運転台は、半室式だったものが、全室式に改造されている。本社は、明期上木造電車も、破線2 8 28の改造とされている。前述の戦時改造を免れた、大阪地区に配置されていた、模波4 0系及び模波41型は、 1952年から1953年にかけて従来の出力1 0 0ットの MT15 を出力1 2 8キロワットの MT30 または MT40 に交換する改造を受けた。改造時には形式番号の変更は行われなかったが、工術する1953年6月1日の称号規定改正に伴ってもは40系の改造車は新形式も も六61型に、も四41系の改造車はモハ60型に、編入された。戦後も京阪神観光船及び宮殿に残った42系は、1950年の80系投入に、伴い横須賀線に移籍し、代わりに、東鉄から戦災を逃れた中央線の9も、五51系のも四41系23両が、京阪神観光船に転入した。このも、 母51系のモハ41型に対し、1951年から1952年にかけてセミクロスシートへの復元改造を実施したほか、他のモハ51型と性能を合わせるために歯車比の変更を行い、9番号に復帰した。上記の改造と同時期に、京阪神観光船で一旦ロングシート車として整備されていたモハ51系。 モハ五54型と、クハ五55型について、3、扉セミクロスシートへの復元改造が実施された。この改造は9モ、ハ40系、モハ四41系のモハ五51系、9、黒五59系の9ハ六68型に対しても行われた。これらの過程で、上等、西成成や片町線で運用されていた51、形室時の各形式が、 軽半神観光船に転入して、セミクロスシートへ復元されている。旧も、ハ51系、旧区派68系の復元改造と同じくして、もともと3、扉ロングシート車として製造された、モハ60系、区派55系の内京半神観光船で運用されていた、モハ60系21両、区派55系31両に対しても、 セミクロスシート化が実施された。ただし、この段階では、セミクロスシート化の改造を受けた車両の改版を実施しなかったことから、モハ60型や、クハ55系の中にロングシート車とセミクロスシート車が混在することになった。戦時改造を免れたモハ40系の内重量に対し、80系や72系に習った電動車の中間車化が計画された。 改造志向者は、模波40系のまま4800番台に改められたが、1953年6月1日実施の車両形式称号規定改正にかかったことから、一部は、新形式も、波30型で収益した。また、前述のように重量が計画されたが、ローカル線での増結用とするのに、両運転台系電車の需要が発生したため、 改造は6両にとどまった。新旧番号対象を次に記す。の車号については、計画のみで実現しなかったものである。京阪神観光船の2等車は、連合軍用の白帯車の流れを受けて、1951年11月から旧白帯室部分を仮整備した形で運行されていた。この仮黒派を整備して2等利用者に、 良質のサービスを提供するため、1952年から1953年にかけて、東鉄に転属していた黒波69,001、69,002を呼び戻すとともに、旧黒葉69系の区葉55,097から55,105に対して、黒葉69型への復元改造を69,001、69,002の整備と合わせて実施した。 工事内容は、単なる復元の枠を超えて、ローズグレー塗りつぶしの車内や、エンジ色のモケット地、一部の車両での蛍光灯の採用など、当時の花形であった特別に当社に近づけた意欲的なものとなっており、担当者が電車の特労と自負するものであった。改版は、以下の通りであるが、区派55系時代の番号順のまま黒派69型に改版されたために、 張り上げ屋根車が一括して、後ろに回されており、戦前と同一の車番に復帰したのは一両のみである。また、一部は、全室3等車への整備を1953年の車両形式称号規定改正前に施行されていたため、その際に、一旦、区波68型に編入されており、その後に改めて黒波69型への復元整備を施行、改版された。 区派55,102については、区派68,111への改板が予定されて、いたが、工場入場中であったため、区派68型への改板を経ることなく、ロ派69,008となった。1955年度に区派に67型の不足を補うため、大宮工場で施行された、更新修繕に合わせて区派55計6両に荷物室を設置し、 区波に67型に編入した。外観上は、最前部の客用扉が、荷物用の手動引き戸に交換されているのが、特徴であるが、それ以外の変更は見られない。また、奇数番号車と偶数番号車では仕様が異なり、奇数番号車には、便所が設置されている。偶数番号車は、伊藤線と常磐線、奇数番号車は、飯田線に投入された。 新旧番号の対象は次の通りである。1953年6月1日に施行された車両形式称号規定の改正は、車体長17メートル級電車の改版整理が中心であったため、改版対象となったものは多くない。改版日以前に仕様が変更されていたものの改版が行われていなかったものをこの機会に整理したものである。モハ40系のうち、 運転台撤去により、中間電動車に改造されていたものを、モハ30型に改めたものである。改造時に4800番内に解消されていたもののほか一部は本改版にかかっていたため、直接、モハ30型に改版された。改版については、モハ40系の中間車化改造を参照。大阪地区に配置された模波40系、模波41型は、戦後、 主電動機を交換して、出力の増強を図っていたが、本改版によって、モハ40型は神経式のモハ61型に、モハ41型はモハ60型に編入され、151体に分類された。大半は1933年製造の対立魔者であるが、モハ60型に改版されたもののうち3両は、1938年度製の反流線形者である。 番号の新旧対象は次の通りである。戦災復旧の際伝送解除され、制御者代用として使用されていた6万16は、この改版で正式に制御者とされ、区波55型に編入の上、200番台に区分された。1952年3月より正式に二等車が復活し、連合軍専用車の指定が解除された、区波55系のうち4両が、 京浜東北線、中央線用の半室に当社として整備された。これらは1953年の車両形式称号規定改正により新形式の黒葉55型に整理された。本来記号が異なれば形式番号も異なるのが原則であるが本形式と黒葉16型については本格的な改造でなかったため例外として暫定的に 同形式番号とし、800番台に区別された。新旧番号対象は、次の通りである。その後、1957年6月20日に、京浜東北線の二等車が廃止されたことから、老用優先車として使用され、記号も、区波に改められた。も波54,101のオシルノヘッダー、押し込め式ベンチレーター装備車大阪地区で、使用されていた、 モハ60型とクハ55系の一部は1952年から座席をクロスシートに交換されたもののそのままの形式番号で使用されていた。1953年の車両形式称号規定改正ではモハ60型はモハ54型にクハ55型はクハ68型に解消された。クハ68型は戦中に すべて区派55型に解消されて消滅していたが、この消防改正により2代目が同様との車両として復活したことになる。新旧番号対象は次の通りである。1959年6月1日付で、運転台を持つ電動車に、新記号、雲が制定されたため、本系列に属するモハ40系、モハ41系、モハ60系、 もは61型はそれぞれ雲は40系、雲もは41系、雲は60系、雲もは61型に変更された。また、従来は記号を含めない2桁の数字のみであったが、今回の改正により、記号までを含めて、形式とされた。本系列においては、この車両形式称号規定改正による番号等の変更を行う例はなかった。 区波55,324、9 5 9年から1961年度にかけて常磐線の増結用に、佐波57型の前くらいに運転台を増設し、36両が区波55型に編入された。1959年度の改造車は、従来からの貫通扉を残したまま運転台が設置されたが、1960年度以降の改造車は、 オリジナルの区ハ55型に順じた増作がなされた。改造主車となったのは、前車がオリジナルのサハ57型で、旧サロハ56型については、一両も改造されていない。また、改造主車の一部は1939年製で、窓上下の補強体を配した、ノーシルノーヘッダー車で、平滑な側面を持つ平らつ車も製作された。オリジナルの区波55型とは、 運転台直後の窓が戸袋になっている点が異なる。区波55系及び、左波57型については、地方線区で、使用のため、便所を取り付けたものがある。最初に、取り付けが行われたのは、美信専用の区波55系300番台2両が、最初で、その後、中央東線や大糸線、日光線、長野原専用に増備が行われた。便所を設置した。 区五十五型と左五十七型は四百番台、区五十五系三百番台は四百三十番台に解消されたが、初期改造車は改造の時期と解消の時期にズレが生じている。九百六十六年度、大糸専用に改造された区五十五系四百三十番台については、当初の番号を運転台の向きを考慮せずに与えたため、 運用に不便が生じたので、翌年、上り向きは奇数に下り向きは偶数に再整理している。また、本グループは、国鉄のミスにより二車源村が発生したことが、知られており、ファンの連絡により発覚し、直ちに修正されたというエピソードがある。番号の新旧対象は次の通り。1962年10月、東海道線系阪新築観光電車の一等車が、 廃止されたため、それに連結されていた黒葉69型は順次、座席をロングシートに改造し、区葉55型に編入されていった。改造は1963年3月にかけて行われ、区葉55,153から171に解消された。それ以前の1961年3月には、天ヶ崎で消失した黒葉6 9 1 0が、 座席をロングシートに改造し、区波55,104として復旧されており、同社は1962年12月に区波55,151に解消されている。雲波6810ミノブ線などのトンネル断面が、小さい線区における河川とパンタグラフの絶縁距離確保のために、雲波41系、雲波60系の屋根の一部を削って、 パンタグラフの取り付け位置を低くする改造が行われた。雲モハ41型は1962年及び1963年、雲モハ60型は雲モハ14形置き換えのため1970年度に低屋根化が実施された。身延線に投入された低屋根車は800番台に解消されたが、同線を管理する静岡鉄道管理局の方針により、 改造主社の向きに関わらず下り向きに統一された。それに伴い番号も偶数のみが付されている。この他に新両電車区に事業用として配置された雲葉40系一両が中央再線中津川へ北の強小限界トンネル対策として1975年に改造されており、この車は半流線型の前面と低くなった屋根の組み合わせが ユニークであった。番号の新旧対象は次の通り。雲波4074最終自力走行1998年5月7日、大船工場入り出場船、雲波4054最終自力走行2000年3月6日、藤沢大船間1987年4月1日、日本国有鉄道の分割民営化に伴い、構図電尺に事業用として在籍していた。 雲波4054が胴体保存用として東日本旅客鉄道に継承された。また、同社と同じ用途で使用されていた雲波4074は国鉄分割民営化直前の1987年3月30日付で除籍されていたが雲波4054が平妻型であったのに対し雲波4 7 4は形態の異なる半流型であったため これも胴体保存することになり、1988年3月21日付で復席した。両社は JR 東日本管内でイベント用として運行されたが、稀に構図構図車両センター間の社員通勤用にも使用された。4074は大梅線でのイベントに使用された直後の1998年5月7日に、 全般検査目的で大船工場に自力改装され、検査自体は実施されたが、そのまま大船工場内に留置された。4054は1999年頃まで、前述の職員輸送等にも時折使用されていたが、2000年3月6日、大船工場に自力改装され、これが実質的に最後の本線上自力走行となった。 10日後の2000年3月16日には454.40074 40揃って EF64 型の牽引により大宮工場に搬入され、以後は保留者扱いとなっていた。さらに2000年12月に発生した京福電気鉄道の衝突事故によりブレーキの多重系統化のできない本形式の運行は停止され、その後は大宮総合車両センター内で保管されていたが、 雲モハ4074は2007年10月に埼玉市大宮区に開設された鉄道博物館で保存展示されている。一方、雲モハ4054は2006年4月2日付で除籍され、その後梅鉄道公園の C51 号の代わりに同公園で展示するため、大宮総合車両センターで整備し、2007年5月同公園に移動した。 電車の特路は1958年151系特急型電車の二等座席車サロ151型で実現した。ありがとうございます。